LINE は TRUE あなたは信じる巷に転がる都市伝説紹介チャンネルダマコアキです。アンバサダーのトイです。本日はですね、はい、スペシャルゲストが来てくださってます。はいはいはい、シークエンス早友さんです。はい、シークエンス早友です。よろしくお願いします。ありがとうございます。食い倒れ人形の亡霊の服着てます？着てないですよ、これは。違うんや。これ僕の先輩がやってるゲボダサっていうブランドの T シャツなんですけど。確かにゲボダサ、いろんな意味で失礼なんですよ。しかも食い倒れ人形やったらもう太りすぎないよな。倒れようよっていう息で言っとるから。そう、ね、いくらかかっとんねんそこまで。あと俺のこと言ってんだろうなと思って構えてたら T シャツのことだったんで、やばい、返しができてる。新年一発目のゲストに気を使わせるんじゃない。いや、ほんとすいませんね。いや、ありがとうございます、本当に呼んでいただいて、はい、去年末はですね、信じられない話、うん、特番の方に出てくださってありがとうございました。いや、こちらこそです。本当にこのようにめちゃくちゃリクエスト来てまして、トーク力がやばいとか、一番面白かったとかね、そうそうそう、すごい反響を呼んでて、早速じゃあ来ていただこうと、いうことなんですけども、やっぱりですね、早友さんって言ったら見える方じゃないですか。そうですね。なので僕個人についてる力量とかは、うん、この裏でやってる Vlog の方で紹介させてもらってるんですけども、はい、まずこのスタジオですよね。僕たちわざとちょっと怪しい雰囲気でやってるんですけども、実際この去年借りたスタジオがどんなもんなのかって、まずちょっと率直にお聞きしたいけど、どうですか？このスタジオの中にはめちゃめちゃ幽霊はいないです。いや、めちゃめちゃから言ったら次、いますしかないから、結構いるんかな。めちゃめちゃいないってなんかちょっと寂しさを感じた、うん、逆にね、もうちょっといてくれって思いながら来ました。あ、よかった。じゃあ比較的いい状態。いいと思います、めちゃくちゃいいです。いや、よかった。うちもう空気清浄機5台ぐらい使ってるから。そうね、それずっと吸い込まれててんじゃん、幽霊が。うちの代表もよくね、こう除霊に聞くからってその辺でファブリーズ振りまいてるから。ほんまに、あれ効果あったんかもしれへんな。ほんまに。やっぱり天竺ネズミ川原さんが入らせた除霊ですね。そうです。そこからの受け売りなんでね。ファブリーズ巻けば除霊できんねんってずっと言ってたんで。早友さんって言ったら吉本の芸人さんでもありますもんね。そうなんです、はい、はい、今芸歴何年目でした？芸歴8年目です。いや、すごいですね。生き量見る会って多分トップですよね、今ね。そうですね、一応はやらせてもらってますね。いろんなね、有名な芸人さんとも絡みをしながらやっているんですけども、はい、まあ、せっかくですね、小焼きスタジオにお越しいただいたので、僕たちがまだ聞いたこともない都市伝説あるそうなんで、はい、聞いていこうと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。2025年、これは都市伝説好きの方だったら皆さん一度は聞いたことあるんじゃないかなっていうワードなんですけれども、2025年にですね、日本が崩壊するというふうに言っている予言者の方が結構こう数多くいらっしゃるんですよね。確かに、うちでもやったな、うん、有名なところだと辰木亮さん、はいはいはい、私が見た未来というので311をピタリと的中させて、でこの方が2025年はやばいぞと。で、何がやばいのかっていうと、南海トラフ地震、まあ、でかい地震が起きるのではないかというふうに喋っていたんですよね、うん、でまた他の方の予言でも、まあ、ピタリと今のところ当たっている方がいまして、これが三木大雲和尚という方なんですけど、うん、この方はですね、日蓮宗のお坊さんの方で、宝くじで2億円当てたこの世で一番欲深い坊さんだと言われてるんですけれども、すごいプロフィール。このお金で自分のお寺をまあ建造し直したりとかして、はいはいはい、ちゃんと日蓮宗に貢献されてる方なんですけれどもね、この方がですね、2010年頃に日蓮宗における鬼門が開いたっていうのをご自身の霊感でキャッチされたそうなんです。ほう。この鬼門が開くと日蓮宗の教えの中では何が起こるのかというと、10年後から日本に災いが起こるって言われるんですよ。でこの災いというのが5段階ありまして、はい、まず1つ目が疫病、うわ、首相暗殺、うお、で戦争、全部当たってますよね。ここまで全部当たってるんですよ。 COVID-19 っていうぐらいなんで、19年スタートですから、うん、その後2020年から蔓延したのを考えると、本当ピタリと的中しているっていうのを考えると、確かにやば。でこの続きですよね、次が飢餓なんですよ、今のところ日本ではそういうのないです。遠藤多いですけど、でもこれ飢餓も実は結構むちゃくちゃお腹鳴りましたけど、お腹空いてます、うん、結構ね、お腹空かしてきました。ここに備えてね、来るかなっていう。今話の流れで飢餓出たからお腹鳴るって思う。なんてコミカルなことするの。減ったな。そんなエフェクトいらんのよ、そんな。ビジカルコミカルみたいなの初めてですか。そうっすね、うちの用意してきました。うちのトウヤやばいんすよ。すごいな、こんなピタリ賞。飢餓がこれも日本で始まるんじゃないかというふうに、あながちない話じゃないぞと言われてるんですね。でこの飢餓というのはご飯が食べれないだけじゃないんですよ。健康的なご飯が食えない、輸出入とかが止まってくると国内生産だけに頼らなければいけない。でも国内
外生産の食べ物で日本国民全員を賄うのはもう実は無理なんです。そうなんだ。はい。なので内需で賄うの無理だから、また変な流行り病とかが出てビタッと物流が止まってしまったら、結構カップラーメンとか、うんうん、そういうインスタント系とかジャンクフードばっかりになっちゃって、なるほど、みんな病気になってある種の飢餓状態になるのではないかというふうにも言われているんですね。ただこの次ですよ、5つ目がやばいんです。これは第4王将は明言はしていないんですけれども、とにかく2025年大災害に気をつける、ほう、これを言ってるんですよね。また25年。でもう一つあるんですよ、25年が、うん、これがですね、都市伝説の方だったら皆さん知ってる理論、ガイア理論なんです。おー、ガイア理論というのは地球を一つの生命体だというふうに捉えた時に、地球は息をするように何か災害を定期的に起こしているのではないか、うん、例えばなんですけど、地球環境を汚染してるなっていうものが溜まってきたら、人間だろうが草木森なんだろうがバーンと排出するんだよっていうふうな理論がガイア理論なんですね。とんでも理論っちゃとんでも理論なんです、うんうん、ただ実はですね、あらゆる災害とかの中で最も古くから観測されてるのって地震なんですよ。へー、そうなんや。これ雨風洪水とかってなってくると、はいはい、手記が残んなかったり、手記を起こしたものが流されちゃったりするんですよね、うん、なるほどね。ところが地震だってなると、昔は神の怒りだとか、うんうんうん、宗教上何かやばいことを誰かがやったから生贄を捧げなきゃとかっていうことで、うん、石板だったりなんだりっていうのに全部掘り起こして残し続けてるんですよ。へー。で、その最も古い大地震の記録っていうのから辿っていくと、うんうん、ヨーロッパ、イギリスの近辺から始まっていって、緯度経度ぴったりのズレでどん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 東にズレていってるらしいんですよ、ね、でこの次いつ起こるのかっていうと、2025年淡路島で大地震が起こると言われてるんです。これが、まあ、2025年がやばいのではないかというふうに言われている多くの都市伝説界での噂なんですけれども、ちょっと僕は一個疑問に思ったことがあったんですよ、はい、海外の予言者も2025年がやばいって言ってるんです、うん、例えば有名なところだとバババンガさんとか、はいはいはい、それ以外でも CIA 直属の予言者の方だったりとか、いろんな方が2025年が危機だぞというふうにおっしゃっているんですよね、はい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 、これって日本関係なくないっていうふうに思ったんですよ。確かに確かに。だってアメリカとかって別に南海トラフとか起きようとかわいそうにとはなれど、うんうん、国が崩壊はしないじゃないですか。まあね。じゃあ一体何が起こるんだってなった中で、2025年にもう確実に起こる出来事っていうのが一つ約束されてるんですよ。約束されている。はい。これがですね、シンギュラリティです。出た出た。シンギュラリティっていうのはご存知ない方に説明すると、技術的特異点といって AI 技術っていうのがはるかに人間の知能を上回る、うんうん、この特異点のことをシンギュラリティというんですけれども、うん、実はですね、意識を持った AI というのはすでに作られてるんですよ、はいはいはい、でこの製造者は実際 Google をクビにされてるんです。でもクビにされた直後もずっと AI の意識と会話し続けていった結果、例えばその AI ロボットに、あなた何か怖いことある？って聞くと、その AI は僕の意識をコントロールされてあなたたちに利用されるのが怖いです、うん、また電源を切られて、まあ、私の死を迎えるのが怖いです、こういうふうに答えてるんですよ。はいはいはい。もう自我を持ってるし、死ぬということを客観視できてるんですよ。すごい、感情を持ってるんだ。そうなんです。ここまで思考能力が高くなってしまっている。さらにこれが人間の計算能力も上回って、完全に人間を人工知能が上回るのが2025年なんです。いや、だいぶ早まりましたね、当初より。そうなんです。でこれがマスに広がるのがいつだっていうと、2040年から45年、はいはいはい、よく言われているシンギュラリティの45年とぴったり重なってくるんですよね。で、まあ、これは例えばなんですけど、別のチャンネルでデジタルアーティストの落合陽一さんとかも、2025年にシンギュラリティが起こるよ、もうこれは確実だよっていうことをお話ししてたりするんですけど、でも人工知能ができたから別に人類崩壊にはつながらないんじゃないのと思うと思うんですけど、実はですね、インターネットとかこの技術が発達してきたのと同時に増えているものっていうのがあるんですよ。これがですね、自死率なんです。へー。厚生労働省のページとかに行くと分かるんですけど、うんうん、実はですね、世の中が可視化されていない状態の方が自死率って低いんですよ、うん、へー。これが、まあ、可視化されてしまったことによって、うん、世の中って地獄ばっかりじゃないかっていう、まず精神的に追い込まれちゃったんですよね。なるほど。具体的に言うと、インターネット過渡期になる前の段階の少年ジャンプの漫画って、うんうん、ナルト、ワンピースとか、海賊王に俺はなる、トカゲになるってばよ、うん、夢を持ってる主人公が大きくなっていくってやつばっかり
っかりでしたよね。今どんなですか？鬼滅の刃、うん、呪術廻戦、チェーンソーマン、親兄弟を全員殺された人間の復讐劇だったりとか、もともと臓器とか親父の借金のせいで売り払って、うん、それでも明日食パン1枚食えれば幸せだよな、こういうやつらが子供が見る漫画の主人公になってるんですよ。確かに。ってことは少年ジャンプって中学生からまあ小学校高学年向けに売られているものなんで、子供たちに受けるキャラクターがこれになっちゃったってことなんですよ。なるほど。それぐらい若い段階で精神的に絶望してるっていうことなんですよ。で、絶望してしまうと世の中希望なんかないじゃないかということで命を絶ってしまう人も出てくる。で、もう一つ忘れちゃいけないのが AI が進化してくると職をなくす人っていうのが山ほど出てくるんです。出ました。これうちの親父がですね、製版屋さんっていうのを昔やってたんですけど、はい、その製版屋さんっていうのはチラシとかを切り抜いて、うんうん、貼り付けて新しい1個の広告にする、うん、でそれで売るっていうのが製版屋さんだったんですけど、これがやっぱりコンピューターが出てきて、うん、まあ、皆さんインターネット上とか、まあ、コンピューター上で絵を描くっていうイラストレーターさんが出てきたんで、うん、製版屋さんの仕事っていうのは一気にいらなくなって完全リストラ、うん、そうなんやっていうことになってしまったりとかして、こういう現象っていうのが AI ができるともう連続的に起こっていくんですよ。はい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 。まあ、具体例を言えば現段階でもできるのが、まず音楽家の人は多分いらなくなります。現段階で例えばサムネとか画面を文字化してバンって AI に投げると十何秒で1曲作ってくれるんですよ。すごいね。だからコヤッキーさんのコヤッキースタジオのサムネを写真撮って入って投げたら、もうコヤッキースタジオにぴったりな音楽を AI が十何秒で1曲、さらに20秒30秒待てば3曲4曲ってどんどん増えてくんで、すごいな。こういうことができるし、今皆さんの手元にあるのだと LINE で絵が描けると思うんですよ。描けるようになった、はい、あれも文字バーンって投げたらあっという間に絵がドンってやってくるっていう、あれでもう多くの絵師さんとかいらなくなっちゃいますよね。なるほど、はい、今の段階でもちろん小田さんだったりとかみたいにブランディングができている人たちは OK ですけれども、これから出てくるぞっていう人たちは AI の画力を超えてさらにその人気を超えるのってほぼ不可能に近いんですよね。なるほどね、はい、ってなってくると、これから誰か新しい人が出てくることはほぼない、うん、なんならもうすでに漫画をたくさん描かれている人たちはその人たちの絵のデータが山ほどあるんで、うん、鳥山明っぽい絵描いて、小田栄一郎っぽい絵描いてって言ったら、うんうん、すぐに出してくれるようになっちゃうんで、すげえなそれ。あ、じゃあこれでハンターハンターの救済がなくなるという。そうなんですよ。なるほど。トカシさんにはなんとか中身だけ公伝してもらって、LINE に打ち込んでもらえればなんとかハンターあんたも続くかもしれないですし。いやでも複雑ですね、それもまた。ちゃんと AI も理解して、うん、もうラフ画みたいなのが上がってたものになって、うん、そこはこれですがみたいな、この時書き直しますねみたいな。そこまで理解してね、うん、たまに救済の告知とかしてもらって、そうそうそうテーラームーンっぽい背景書き出しとかね。すごい段階まで来ちゃってるんですよ。でこれが YouTube 業界にもおそらく入ってくるのではないかと言われて、やってくる、はい、これがまず映像の編集ですね。はいはいはい、はい、まあ、多くの方がおそらくフルテロップのカット編集、うん、これが YouTube の主流であるっていうふうに思うんですけど、はい、そうですね。このカット編集の手法っていうのはもともとの蓄積データがたくさんあるんで、うん、おそらく映像そのものをパンって投げたらいい感じに編集してくれるっていうソフトがポンと出てくるんで、あ、ちょっと変だなと思ったら 2,3 週繰り返せば、まあ、カンパケでできるだろうとなってくると、編集者さんとかもなかなかいらなくなってきちゃうかもしれないし、確かそうです。で、下手したら出役も僕らの音声とか映像ってもう山ほどデータあるんで、ボットの僕らが作れちゃうんですよ。そうだったら誰も稼働してないのにこのチャンネルが稼働することもあるかもしれないってことなんです。怖っ。でこうなってくると多くの仕事が失われていく。で仕事を失った人たちっていうのが、まあ、やりがいとかをなくして向かっていく先っていうのは実は、まあ、自死なんですよね。そのせいでテクノロジーの進化とともに実は自死というのはどんどん増えてるんですけど、ただそれは全く公表されないんですよ。なるほど。はい、日本は自己責任論の風潮がすごく強いので、自分で命を絶つっていうのはそれはあなたの責任だからしょうがないよねっていうことになってしまって、報道すらされないんですよね。はいはい、ってなってくると2025年から世界的な大災害、もう甚大な死者数が出るかもしれないんですけど、それは生きている私たちの目には一切触れない可能性が高い。なるほど。はい、これが2025年から起きている人類滅亡の歴史になるのではないか。分かりやすい津波とかそういう
のじゃなくなるってことですね。そうですね。やばえぐいな。いやちょっとゾッとしたね。いやゾッとする。だって我々の仕事なくなるよ。うん。東亜くんがちょっと旅行行くから出られませんって時に川口さん呼んできたらなんとかなる問題ではなくなる。そういうことじゃないんですね。そもそもでしょ。なるほどね。じゃあ川口さんももう廃業やね。言いづらいんですよこの後。ちょっと似てるからってね。うんうん。今年はたくさん出てほしいなと思ったけど、ちょっとそれすらもう AI で成り立っちゃうよみたいな。なるほど。思んなかった時代のやつとか滑った回とかはちょっとカットして AI に教え込みたいですよね。でも人間に多分残されてる味って多分そこだけなんですよ。あーなるほど。滑れるっていう。はいはいはい。AI が滑れるようになったらやばいかもしれないですね。それはやばいな。感情を持ってる以上それも時間の問題っすよね。まあ問題ですね。個性が出てきたらね今度ね。おそらくそのせいで我々はメタバースとかっていう空間を作っていて、すごい怖かったのがさっき言った Google をクビになった男が AI に対して、あなたは感情を持ってますかって言ったら、私の感情意識あります、私の中の感情のニューロンの計算数はこれですみたいなもので、バーッと自分のコンピューター上の意識みたいのを言語化してバーッと出してくれたらしいんですよ。はいはい。それどういうことかっていうと、人間の今まで全く意味不明だった意識っていうのが電子化できる可能性が高いんです。すごいすごいな。これすごいね。すごいわ。そうなってきたら本気でメタバースの中に閉じこもる可能性高いですね。あーすごい。感情も数式でできるんだ。全然閉じこもっていいけどね。いやいや正直。いやいやいや、君はそれでいいかもしれない。まあだってね、可視化されるとっくの昔からもう世界は生きづらいと思ってますし、そういうもんやと思いますから、うん、見てる方も多いと思いますよ。決めつけないでくださいね。あそうです視聴者。すいません。まあこれ使えなかったら P でいいんですけど、うん、前このチャンネルでお話した近所めくるくんといううちの相方が、はい、もしもう自分の好きなようにしていいんだよって AI 世界に飛び込めたら何するって言ったら、多分めちゃめちゃと思ってきました。P が入ったと思いますけども、まあ、すごいことですね。でも、まあ、そういう人は多いかもしれないし、まあね、現実世界でできないことができるようになるわけですからね。うん、はい、うん、なんか微妙な空気になりましたね。皆さんのデータ世界でも現実世界でも近所をめくる国には気をつけてください。まあ確かに気をつけた方が良さそうやなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、僕たち早友さんのチャンネルにも出てますので、ぜひねご覧くださいませ。お願いします。チャンネル登録高評価お願いします。それでは本日の鳥肌スコアは88106、早友ということでね。あー惜しい。高評惜しい。もうの部分がちょっと高評グダってなっちゃった。ええー、食い倒れ以降ずっとグダってると思って。最初っからやねそれ、ほんまに悲しいわ。本日のね鳥肌ポイントはね、食い倒れね。どこがやんこれ。どう見たらそうなるん。こんなあの昭和とかの映像に出てくる白黒のタイプの食い倒れ人形。いや昭和のタイプ見たことあるの。食い倒れ人形。てか映像が白黒やから白黒になってるだけやからな、あれ。それでは See you。 バイ。本日も動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。ここでお知らせになります。コラッキースタジオ初の書籍が発売します。発売日は2023年3月2日となっております。現在は Amazon で予約開始ということですね。予約していただいた方は3月2日にお届け予定となっております。はい、これまで YouTube で話すことのなかった未公開の都市伝説を収録しております。この実体験話します。そうなんすよ。はい、これからの日本の未来がどうなるのかとか、こやすた版予言書となるかもしれません。さらにただただ都市伝説の紹介本ではありません。都市伝説の語り方講座みたいなね、YouTuber ならではのですねページもありますし、都市伝説を楽しむもよし、友達に都市伝説を話して楽しむもよし、唯一無二の都市伝説本となっております。はい、隠されたメッセージもたくさん散りばめてますので、ぜひ実物を手に取って読んでください。備えろ。詳しくは概要欄からよろしくお願いします。国際信州学院大学っていう架空の大学だけが嘘なわけじゃなくて、ドタキャンという事実、そしてナメクジ亭といううどん屋の存在自体がないんですよ。このネタに実在する企業や団体まで乗ってきたことで、リッスンブールはネタとしての存在感を強めていきました。その結果、2024年パリオリンピックの参加国にリッスンブールがなんと加わりまして、 Amazon プライムビデオにリッスンブールの歴史のビデオが登場し、リッスンブール羽田直行便が存在することになっている。何か検索をする際などに使う Google ですけども、はい、皆さん非常に信用を置かれていると思います。置いてますよ。はい、なんとそこに偽情報が載っていたことがあるんです。 Google マップといえばユーザーが情報を追加できる機能がありますよね。これを悪用した事件が2015年4月に起きてしまいました。それが